こんにちは、マルオです。沖縄生まれ沖縄育ちのアラフィフ、日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日はうるま市川田にある慰霊碑を参拝したいと思います。カツレン半島の付け根のところです。カツレン城跡に行くときによく通る川田交差点近くです。近くの四角い青いエリアは池でしょうか。川田公民館の敷地内にありそうです。四角い青いエリアは川田公園ですね。公園ですが、なぜか池のような青色で示されていました。ルートは県道10号線ファミリーマート具志川太田店あたりです。ここの Y 字交差点はどの方向からどの方向にでも進めるように考えられて作られてますね。直角に交わる三叉路と違って Y 字路には工夫が必要です。各地にある Y 字路を深掘りするのも面白そうです。川田入口交差点を右折して下っていくと川田交差点です。この道路は旧道のような感じです。上に通ってる高架橋は具志川前原線という道路です。与勝半島を横断して海岸まで行くので海中道路に行くときに通りますね。私が学生の頃は伊計島への行き方も分かりにくかった記憶があります。今では具志川前原線をまっすぐで海岸線まで行けるので分かりやすい。伊計島や周辺の離島にも慰霊碑や史跡などもあるので、いずれ訪問して紹介します。さて、川田交差点に到着しました。とりあえずコンビニで一息。買い物ついでに慰霊碑を訪問してきます。慰霊碑の場所は道路を渡ってから20メートルくらい歩くのですが、交差点近くに何らかの石碑があるようです。右の方にエリアへの入り口が見えてきてますね。割と費用のかかってそうな石碑、そしてそのエリアですね。石碑のエリアに金粉があるのも面白いですね。金粉の裏にはベンチ、2頭の祭が支えてます。いくつかの石碑がありますので一つずつ見ていきましょう。支那帝藩の碑、上丹か。支那帝藩は支那貞男の父で琉球民謡の第一人者です。上丹かは代表作のようです。その支那帝藩を称えての顕彰碑が建てられています。うるま市川田出身のようです。根っからのうちなアンチですが知りませんでした。慰霊碑巡りもいろいろと勉強になります。さて、約半年前にスタートしたこのチャンネル日々口実ですが、この動画がちょうど100本目となりました。
しかもチャンネル登録者数がちょうど100人という奇跡。ほとんど慰霊碑巡りのこのチャンネルですが、ご視聴いただけることに感謝しております。これからもいろんなところを訪問して紹介していきます。チャンネル登録がまだの方は登録お願いしますね。さて、慰霊碑があると思われる川田公民館に到着したようです。奥の方に慰霊碑があります。こんなに広い駐車場があるなら車で来てもよかったですね。慰霊碑に登る階段には鳥居の色のような手すりがあります。慰霊碑を参拝する前に右にある石碑を見てみます。川田というあざ名ができた時の記念碑のようです。昭和16年、太田から分離して川田は生まれました。与那原の川、戸田佐原の田で川田になったとのことです。また一つ勉強になりました。川田シルベ石の説明がありますが、何がその石なのだろうか。ちゃんとチェックできずすみません。気を取り直して慰霊碑を参拝しましょう。うるま市川田の慰霊碑です。戦没者のお名前が刻まれています。沖縄県の慰霊碑一覧によると47名の戦没者が合祀されています。公民館のエリアにあれば手入れも行き届いて綺麗ですね。これから先も地域の皆様に見守られる慰霊碑として残っていく慰霊碑になると思います。うるま市川田といえば琉球民謡の地名定番ということも忘れずに覚えておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。